幽霊っていないんだ。キュルル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 。時間に厨房に？キュルル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 。この娘さんって、あの…叩かれるとリニアのお鼻が曲がってしまいそうですよ。あ、そうですか。でもそんなにお気遣いされなくても大丈夫ですから。キュルル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 。作りますからね。できましたよ。キュルル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 ル。うるさい。はい、鈴木さん。ありがとう。これはソースをかけて食べるものじゃないんですよ。これはですね、明石焼きといって、このだし汁をつけて食べるのです。明石焼き？はい、そうですよ。食べていいの？はい、鈴木さんのために作ったのですから。いただきます。あ、もぐもぐ。どうですか？あの もしかして美味しくないですか？よかった。まだまだありますよ。たくさん食べてくださいね。はい。できましたよ。あ、どうしましたか？それ
そろ行かなきゃ。小さな子を無理やりなんて。ごめんなさい、鈴木さん。本当は高弘さんはいい人なのですよ。うん。高弘は信用してないけど、リニアさんは信用してもいい。その言葉は信じる。ありがとうございます。ご飯、わかめと枝豆のお味噌汁、それと卵焼き、小エビとほうれん草、鮭と大根おろしです。やっぱり日本食は作りやすいね。日本にゃ？私は日本生まれだよ。変な言い方するのね。若者言葉ってわからないわ。
なんで私が足を引っ掛けられなくちゃいけないのさ。へっ、なんでもないよ。どうなっても知らないよ。ひるまないな。仕方ないな。起こしてしまいましたか。クッキーを焼いたのですけど、どうですか。これは少々ものだよ。旦那もこのクッキーを食べれることに感謝しなくちゃ。
そうですよ。大したことないものですから。そういうことじゃなくてですね。つまりこのクッキーは大したことのあるものなのだ。そんな。そうですか。そうそう。ありがとうございます。ちょっとね、旦那に見てもらいたいものがあってさ。あ、席を外しましょうか。大丈夫大丈夫、お構いなく。しょうもないってひどいな。これなんだけどね。どう？だな、ブルマブルマ。燃える？ほらほら、動きやすそうでしょ？あら、そんなものとはひどい言い方。せっかく取り寄せたっつうのに、高かったっつうのに。このゴワゴワ感とか、かわいいのにな。ねえ、リンちゃん。